送品送品皆、平成二年六月七日は、公州北総の軍人、字は国家、送り名は竹恵み、港南攻略など数々の功績を挙げた、総発の名称で、総長建国の元君の一人、陳州霊受験の人。公州では、大祖の妻、長期妃のおいとして徴用され、長教員が、教廷から前上を受けて、北総が立つと、そのまま、 国葬へ使える。その後は将軍として吉丹、北間五色、江南の諸国と歴戦し数々の武軍を挙げた。965年の後職攻略戦においては、征伐軍による攻略後の暴行を制止しきれず、諸将と共に大祖から建築を受けたが、975年の江南攻略戦では被害を最小限に止め、 南東の優れた文化を北総へ受け継がせることができた。その後は、数密氏、同平商事を歴任して軍事面の責任者として貢献し、一時は北関東伐戦の敗戦責任を負って左遷されたものの、後に数密氏に復帰している。子は、そう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 。娘は、新州の側室。孫娘で、 僧の娘が仁相の自生皇后になった。また、同郷の八千の一人である宗国衆とは、自生皇后の弟、すなわち、宗品の孫とされる。精錬特実な人物として知られ、いくつかのエピソードが伝わっている。ありがとうございます。